子供の頃、みんな母さんにこう聞くの。ねえ、神様って本当にいるの？そうしたら、母さんはいつもの優しい笑顔で、いるわよ。だからあなたが生まれてきたんじゃない。そう答えてくれるはず。それを聞いて、みんな一度はほっとする。でも、神様が本当にいたら、お願いしたいことばかり。だって、そうでしょ？この世は苦しいもの、痛いもの、お腹がすくもの、喉が渇くもの、焼けるように暑いし、凍りつくように寒いもの、それに、あなたは私じゃない。どうして？私があなたになれない悲しみ、あなたが私になれない悲しみ、いつも寂しい。ずっとこのまま。もう一度聞きたくなるの。神様って本当にいるの？でも、繰り返しては聞けない。本当のことは知りたくないから。だから、ほっとしたあの時のままでいいの。今日もまた、お日様が私を照らすの。雨が顔を濡らすの。臭いきれの匂いを嗅いで、風のざわめきを聞くの。すべてに魂はあって、いつも私のそばにいるんだから、そう信じてる。私はあなたになれなくても、私はあなたを信じてる。神様のことはきっと聞かなくていいの。だってきっと母さんはいつでもこう答えてくれるから。いるわよ。だからあなたが生まれてきたんじゃない。今生きているんだから。